はい、ということでデュエルマスターズグランプリ2024ファーストデイ2、いよいよ残すところはあと1試合、はい、決勝のみとなりましたということで、決勝の実況解説、私デッドマンと、はい、マチです。フェリーです。はい、この3人でお届けしたいと思います。お願いします。さあ、というところで決勝の組み合わせ、まあ、今回オリジナルの3人チーム戦なんですけれども、決勝の組み合わせ、みんなと戦えてよかったチーム VS 朝は太極拳チーム、はい、ということになりました。みんな戦いでよかったチームは極限バンバン転移選手、グレン選手、リッキー選手、この3名で、朝は太極拳チームはアー君選手、滝選手、M2 選手と、はい、いうことになっております。こちらも最新宅で一度移っている、そうですね、はい、もう一度ここの場に来ましたね。いや、この決勝、はい、あまりにも重いですね。重いですね。はい、さあ、ここで2度目のチーム戦覇者が決まるということで、この表情もね、かなり気合いが入っている。緊張しますよね。緊張しますね。この GP 覇者という、ま、このビッグタイトルを勝ち得るのは、うん、まあ、どちらかと。そうですね。ですよね。さあ、そして、ね、リッキー選手、今回リーガーということで決勝残ってきているんですけれども、はい、まあ、対するね、朝は太極拳チームも、まあ、前回ね、悔しくも結構全国に持ってなかったというところを勝って、はいはい、切符を手にしての決勝と、そうなんですよ、いうところで、アー君選手と、うん、あとはそのみんなと戦えてよかったチームの3人が、はい、ね、後期ランキングを頑張って走ったんだけど、そうなんですよ、ね、ギリギリ届かずっていう、そうなんですよ、この4人だったので、はい、いや、もう決勝行った時はちょっと僕本当に嬉しくて、はい、4人に声かけに行っちゃいましたね。はい、しかしそこでは決勝の、ね、切符は手にしてるんですけれども、はい、まあ、あと残すところはもう名誉、ここまで来たら取るしかないってなりますよね。そうですよ。これをかけて、このみんな戦いのチーム、そして朝は太極拳、この2チームが激突します。さあ、というところで、まあ、ここまで来たら、ね、もうあとは戦うのみなんですが、朝は太極拳チームの3名は、3人とも五神僧流を使っている、ね、シェアしていると思います。そうですね。で、みんな戦いのチームは、ばらけてるんですけど、リッキー選手が、アビスを使っていて、ね、グレン選手が、水闇のコンプレックス、そうですね、コンプレックスで、極限バンバン転移選手は多分見えてなかったのかな、前回の、まあ、ビデオマッチだと。確か、はい、秘密マジックですかね。はい、ちょっとね、そこまでもちょっと詳しく覚えてないんですが、かなり、まあ、バリエーションに富んだ戦いになっていると。はい、まあ、そこにこの五神僧侶がそれぞれどう立ち向かうかと。そういうことになりますね。三面統一とバラバラ、どっちが強いのかみたいなところがありますね。そっちの対決でも。確かに。でもね、これ前回覚えてますか、シックス、前回チーム戦、はい、あの鮮烈な優勝を果たしたのが、まあ、ドテラさん、ね、そうですね、はい、チームだ、5色デッキがね、うん、その時って5色ってそこまでメジャーじゃなかったんです、発見デッキとしては。そうでしたね、びっくりしましたもん。そう、トーナメントで勝つデッキとあんまりみんな持ってなかったところで、ね、鮮烈な優勝を果たしたというのもありましたから、はい、まあ、この舞台で再び5色デッキが、うん、優勝となると優勝するのか、いやー、面白い。それを、そう、現環境の強豪デッキが止めるのかと。え、ちょっとなんかすごい震えてきました。そうなんですよ。でもどうなるんだ。いや、どうなるんでしょうね。本当にお互いの、まあ、祈るようにこのデッキをお互いシャッフルし合う、うん、さあ、ただね、かなりこの五神僧侶は環境の各デッキに、まあ、刺さるようにかなり構築してきているというね、はい、ところが見受けられるので、まあ、かなりその卓によってで展開変わりそうですよね。うん、そうなりますね。うん、一応知り合いから聞いた話だと、うん、秘密マジックはちょっと不利なんですけど、うんうん、他にはいけるって言ってたんで、あ、なるほど、コンプレックス含めて、まあ、相性的には悪くないんじゃないかというところですね。はい、そうですね。うん、秘密マジック以外にはいけると言ってたから、まあ、ちょっとそれだけ聞くと、まあ、ちょっと総流側に分があるのかなという感じですね。はいはいはい、でもね、朝は対局ってもあるので、その不利と微不利と言われた、ね、マジックを覆してね、来てますから、決勝に。かなりそこの勢いはある。対するね、この、はい、みんな戦ってよかったチームも、まあ、かなりね、リッキーさんの丁寧なプレー、いやー、非常にね、目立ちましたけれども。闇出演アビスさん、マジでお手本でしたよね。お手本でしたね、あれはね。あれはまた見たいです。本当にもう、これでいいやもなく、全部ちゃんとやって勝つっていうね、素晴らしいプレーを見られました。はい、さあ、その集中力はね、ここまでまだ途切れてなさそうですよね。いやもう、うん、結構さっき、あっちで控え室というか、うん、見てたら結構なんかダラダラっていう感じではいたんですけど、やっぱ今こう座った瞬間ピシッとしてて、いや、もうここまで来たね、切り替えが素晴らしいと、うん、さあ、
というところでお互いでも結構リラックスした雰囲気ではありますかね今のところ。そうですね、うん、さあここでデッキをシャッフルして最後の戦いへと準備を進めていると。いやこのシャッフルも緊張しますよね。いや緊張しますね。日本一というかもうそのグランプリ覇者がかかった、うん、今日のねナンバーワンを決める戦いですから。そしてこの4500人いた非常に大きな会場デュエルしてるこの 2,、はい、この2組6人のみなんですよね。だいぶ会場もなんか静かになってきましたよ ね、 いやこのなんか GP がどんどん静かになって感じも好きなんですよね、うん、そうなんです。最終戦が近づいてきてる。最終戦が近づいてきてる。終わりが近いと決着の時が実際にまあこの試合が最後となります、うん、じゃそうですね。今そのアー君選手が静かにうなずいて準備できたと、うん、さあそしてこれはチーム戦ですので個人の戦いでもありつつチームの戦いでもあるのでそこのお互いのカバーし合い、まあ、指示の出し合い、まあ、そういったところもかなり、ね、重要もちろん重要になってくるかなと。選手名知りたいということなのでちょっと、はい、あ改めて、はい、そうですね、こちらの今左側に映っているチームがみんなの戦いでよかったチーム。手前からリッキー選手、グレン選手、極限バンバンテニス選手という組あの並びになっております。で対する右側こちらが朝は対極拳チーム、手前から M2 選手、滝選手、アー君選手ということになっております。あめっちゃカメラ目線で、はい、ありがとうございます。M2 選手ね先ほどもね、そう先ほどもめっちゃカメラ目線で、そう、はい、にこやかな感じでしたね。和やかに。しかも勝利者インタビューで来た時も結構話し慣れてる感じで、そうなんですよ、そうでしたね。そう後ろの席に座ってたのになんかずっとバイク持ってて面白かったなと思って、うん、かなりねそのね、はい、こう雰囲気的にもねムードメーカーというかね、そうなんですよね、雰囲気よくしてこう明るくしていくっていう感じのね、はい、その辺はやっぱチーム戦のならではの妙ですよね。いやそうなんですよ。あ始まりました。さあ、ね、ここでがっちり握手をして決勝の組み合わせ始まっていきました。さあ見ていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ最終戦です。最終戦 DM2GP2024 ファーストデイ2決勝戦。さあまずは画面右は滝選手は、まあ、そうですね、星総流がスクラッパー、うん、スパイラルスパークをチャージ。で一方の、グレン選手ですね、画面左側は、はい、事前情報ですとコンプレックス、はい、水闇のコンプレックスを使っていると。さあこのマッチアップ今日はまだ見てない。そうですね見てないですね、はい、ですかね。フィアリーさんなんかどっちがなんかキーポイントになりそうなカードとかなんかありますかね、うん、そうですね多分グレン選手としてはもうやっぱりコンプレックスを進めながら、うん、キテレツシャッフなどで呪文のケア、あ確かに呪文がですね、スクラッパースパイラルスパークとかあとは総理の大地、うんうん、でも結構コストが分かれていてブレインスラッシュも6コストだし、ね、SSS は7コスト、総理の大地は8コストだったりするので、はい、まあ、ちょっとそこら辺の、まあ、ケアは難しいですけど、まあ、シャッフなどを絡めながら詰めていくのがいいのではないかと思います。確かにシャッフなんかきつそうに感じてましたけど全部散ってるんですよ、ゴールクだなって。そうなんですよね、リストスピリットとか入っているんですかね。確かにそうですね、ちょうど綺麗に5、6、7、8なんですね。そうなんですよ、だからちょっとだからこれ、うん、コンプレックスシャッフどうするのかなと思ったんですけど、なるほど、おっとここでコンプレックス一番なコンプレックス、さあ来ましたね。デッキ名にもなっている。さあこのデッキのキーカード2ターン目に貼れれば全然いいですね。そうですね、とりあえずこのカードを貼ってから、貼ってからがスタートだと思います。はい、このカードはね、早く貼れば貼るほど強いカードなので、うんうんうん、まあ、2ターン目だったら全然間に合ってるっていうイメージですね、はい、あっとここお 3, 段目3ターン目のアクション。そうですね、ブレインスラッシュをチャージして、うん、ターンエンドでちょっと相談タイムでしょうか、うん、そうですね、でも確かに3ターン目はデドダムとかやっぱフェアリーミラクルとかその辺のマナーを貯めるカードを使いたいところですもんね。そうですね、ただこれ先行だったらまだちょっと致命傷にはなってないって感じですかね。あとはもしかすると獅子王の遺跡を引いていて、うん、レインボーカードからどんどん置いていったのかなという感じですね。なるほど、次のターンのアンタップ用カードを、まあ、手札に温存したっていうところですかね、はい。さあ、グレン選手ここで3コストでミュ、うん、ザ・ミュート、さあ2枚ドローの1枚捨てですね。これ地味にコンプレックスの下にキテレツシャッフで、まあ、キーカード1枚、うんうん、そしてデッドダムドが、デッドダムド、さあこれはなんかよ、途中のラウンドでもおっしゃっていてデッドダムドがなんか採用されているという話でしたね。ベルネとダムドが入っていると言ってたので、結構珍しいですね。そうですね、ゲメンプラーなんかを見てるって言ってました。なるほどなるほど、コマンドって消えないですもんね。そうなんですよね、なるほど。なのでこの普通は入ってないデッドダムドが、うんうん、この五星総流相手だったらやっぱり五星総流って結構大きなクリーチャーが並んでいるので、ドルファディロムとかグレートフルベンとかって感じですよね、はい、そこに対してデッドダムド意外と刺さったりするのかなっていう印象ですね。普通だったらそのまま蓋されちゃうところを、まあ、除去があることによって、はい、まあ、突破できる可能性が、まあ、少なくとも存在をしていると。そうですね、なるほど、なるほど。いやこれちょっと僕もまだわからないので、もうゲームを進めながらちょっと見ていきたいなと思います。そうですね、重要なポイントで活躍する可能性もいやありますよ、ね、このダムドは結構火吹きそうですよ、うん、
一応ダメドがレインボークリーチャーなので、うん、ドルファディールまで破壊されないですもんね。はい、さあ、タンキ選手の4マナ目。ドルファディロムのその破壊もなんかいいように使われて、コンプレックスのアンタップとかになんかうまく使えそうな感じもしますよね。やっぱりこのグレー選手もタッキー選手もともにやはりチームの結構大黒柱というか、かなり相談に乗ってますよね。確かに、はい、うん、いやタッキー選手本当に昔から本当にうまいプレイヤーで、うん、もうずっと結構みんなからいや結構お前は全国に行けって言われてたんですけ どあの全然あまり来れてなかったっていうので、うん、今回もうみんなが知り合いみんなが歓喜してて滝の全国を。なるほど。特に北海道ですとね、あ、そうなんですよ。あ、いわゆる CS をたくさん走ってランキング、まあ、今年は多少その形式が変わりましたけれども、はい、あのやっぱちょっとね東京とか都市部に比べると若干難しいところありましたのでね。そうですね。さあフェアリーミラクル、コストフェアリーミラクル、うん、結構多少がかさばっていた感じなんですかね、うん、そうですね。そうか、単純にそうか打てなかった、レインボーカード置くしかなくて打てなかったってところですかね、はい、先ほどは。でもレインボーカード多いってことはかなりハンドのカードパワーは高いなっていう印象なので、ここから2ブーストできてしまったらここからは大暴れするんじゃないかなと思います。そう、これでさあ、ただここで、グレン選手、これ最初に、言っていたキテレツシャフの4マナに、うん、さあついにたどり着きましたが、さあここからどうでしょうか。もしディスアイチョイスなんかからスタートされる場合は、今だと一番嫌なのが多分ブレインスラッシュなので、来ました、キテレツシャフ、止めるなら6ですかね。なるほど、6ですね。さあ6来ましたね。6宣言。さあ6コストの呪文が唱えられないということで、ブレインスラッシュがこれで止まることになりますが、さあこのシャフやっぱ鍵になってきそうですね。ですね、しかもこの宣言が多分毎回毎回難しくて、いや難しいですね。そう、ここからも例えば獅子王とかフェアリーミラクルを打たれてマナが伸びちゃった時にはもう何でもありなんですよね、うん、何でもありなので、本当にその時その時で一番きつい数字を宣言していかないといけないので、うん、ここの宣言もでもクレン選手はずっと水浴びコンプレックス使ってると思うので、はいはいはい、多分そこら辺の宣言なんかどう宣言するのか気になりますよね。グレン選手かなりね一つのデッキやり込むタイプのプレイヤーかなと。そうなんですよ、はい、それでいうと昨日のイミミ選手のサバキ Z なんかもグレン選手がずっとチューニングしててそうですよねっていう感じだったので、はい、さあそこでこの水浴びコンプレックス職人芸が出るかと。さあスクラッパースパイラルスパークをチャージして、おでもターンゲットでしたね。じゃあこれはシャッフ刺さった形ですかね。そうですね。さあ1枚下に入ったカードはさあどんどんとさコンプレックスの下にカードが埋まってきます。3枚目はシンクロフェアリー、うん、これ8枚貯まると動き出すんですよね、はい、そうですね。8枚貯まると8枚目が貯まった瞬間にアンタップ、うん、で貯まるまではバトルゾーン離れないということで、うん、まあ、基本的に何をされても、まあ、無事なカード。そしてアタックするときに、このカードの下のカード1枚墓地に置いて、うん、まあ、クリーチャーであればそのままバトルゾーンに出すことができる、はい、まあ、好きなやつ出せるよってことですね、はい、下からで、まあ、それが、例えば自壊するカードであったり相手を破壊するカードであったりして、うん、まあ、クリーチャーを離すたんびにこのターン開始時とクリーチャーが離れるたんびに下にカードが溜まりますので、うん、まあ、うまく下に溜めることによって連続アタックなんかもしたりする、なるほど、まあ、結構かなり自由度の高いカードになってますね、はい、アリスでいきましたね。このアリスで何かカウントを進めれるようなカードを探せればいいですね、はい、ハックインアリスですね、これはハックインアリスですね、はい、デッキの上3枚見て、1枚は手札、1枚は墓地、そして残り1枚がデッキの上ということで、はい、ここでコンプレックスの下に入るカードも、あ、まあ、ちょっと選べたりとか。ちょっと待ってください、みんなで戦ってる方チーム A タック早くも一勝。さあ早くも、おお、でこれじゃあ極限バンバンテイン選手がアークの選手に勝ったと、はい、ということは多分秘密マジックが護水草履を貫いたって形ですかね。なるほど、なるほど、これはちょっと早く決まるのはね多分マジックでしょうね。そうですね、まあ、やはりあそこの卓が護水草履がのお話あった通り、はい、やっぱマジックがちょっときついかなという話があったと思うんですが、はい、まあ、その通りやっぱ、はい、貫いていったのかなというふうに見えますね、うん、やはりショートショットを負けた前にはファイナルストップが多分思い出きですので、うんうん、そこら辺が絡んだのかなと思います。はい、なるほど。じゃあ今回の決勝戦ではちょっとフレキシブルにね、はい、あの変えていければと思っておりますのでまずはちょっとこの、B タクの様子を見守りつつちょっと動きがあれば他のタックにも切り替えていければと思っております。そうですね、というところでおーっと盤面固まってきた。さあシンクロフェアリーはでもあさあここはさあ6コスト、うん、変わらず6ですね。引き続き6、まあ、やっぱり今は総理の大地なんかも怖いカードではなさそうなので、うん、とりあえずこのターンも時間稼ぎの6っていう感じですかね、うん、まあ、マナが溜まってなければそこまで致命打にはならない。確かに総流の大地マナが今7マナですかね、あるのが7マナなんですけど、うん、ディスアイチョイスしか出てこないので、うん、ディスアイチョイスから唱えられたくないのが多分ブレインスラッシュ、はい、なので、まあ、アイチョイスは出てもいいけどブレインスラッシュは唱えられないよっていう状況を作りましたね、うんうん、ディスアイチョイスは出るけど、うん、まあ、結果的に何も別に呪文使えない、致命打にはならないだろうと。
クラッパースパイラルスパークは使えますが、まあ、手札に戻るカードはコンプレックスで離れないので、まあ、特に。いやそうですね、これかなりでもこれうまい詰め方してますね、うん、そうですね、これしかもスクラッパースパイラルスパーク打たれると、うん、キレン選手のバトルゾーンが少し離れるのでカウントが進むと。なんか今タキ選手もなんかあったんだけどこれ打たない方がいいよねっていうように見ましたね。いや見ましたね、うん、お互い達人の間合いといったところで、これはかなりプレーを選びましたね。このショップの宣言とかアタックの仕方がかなり勝負さえしそうだな。さあここでタキ選手パン回りますけども、ただこれでタキ選手がマナチャージすると8マナになるんですね、うん、なので結構ドルファディロムとかグレートフルベンのような結構大きいクリーチャーを出せるターンにはなりましたね。はい、呪文を使わなくても、まあ、巨大クリーチャーを普通に召喚できるっていうマナの枚数になりましたね。ただこれドルファディロム出ると今 1,2,3,4 コンプレックスが4体いるのでちょうど8になっちゃいますか。そうなんですよ ですね。いやー素晴らしいですね。ここら辺もグレン選手計算してそうですよね。いや確かに確かに確かに、このシンクロフェアリー自体はあまり効くようには見えないカードなんですが、うん、これでクリーチャーを出してるっていうところが確かにかなり効いているのかなと。いやこれすごいな。ドルファ出してもいいけど、うん、こっちのコンプレックス起動するよっていう、どうなんだいっていうところですよね、うん、でワールドブレイク来ちゃってみたいな、かなりきつそうだけどな。さあまずはマナチャージから。結構ね、多色カードも多いデッキなので、うん、はい、まあ、ドルファディロム持ってても出せるかどうかっていうところも、まあそうですね、まあ、確かにそうですね、タップインで。さあここはちょっとどうするか、しかし引き継ぎ6が止まっているので、とブレインスラッシュの3枚目をこれでマナチャージですね。ちょっとかさばってますね、ブレインスラッシュ。ちょっとブレインスラッシュがかなり手札でかさばって、うん、しかも打てないっていうのがこの宣言が効いてますね。効いてますね。うわー、ここもターンパス、ターンエンド、かなりなんかブレインスラッシュに依存してそうな構築ではあるので、うん、ずっと6を止め続けられるっていうのはきついかもしれないですね、うん、そしてコンプレックスの効果でターン始めにまた1枚入ってコンプレックスが入りました。コンプレックス吸い込んだ。残り4つですね。残り4つです。さあこのクリーチャー今バトルゾーンにいる4体が全員離れるようなことがあればそのまま出せるという状況でもあり。さあここでキーカードで1枚アテロゴルギーニ、これめちゃめちゃ強いんじゃないか。さあ効果は、まあ、4枚落とした蘇生でしょうかね。そうですね、おそらくそうだと思われます。さあデッキの上からカードを4枚墓地に落として、シャッフなんかが見えると、さあ VT ちょっと画面外に消えてみよう。コブラ、おーっと VT が2枚、ちょっと VT たくさん見えましたね。これね、あまり出せるカードは増えなかった、はい、VT コブラミュートですか。そうですね、うん、まあ、出せるカードは流用以下なので、まあ、アリスかミュートですが、うん、まあ、見れる枚数的にアリスを選択しましたね。これはだから追加のシャッフ振りに行ってるんですかね多分。いやそうですね、やっぱりシャッフここら辺まで来るとマナが結構伸びているので、宣言したい数字がそれこそ7とか8になってくるターンなので、シャッフ2体目は多分爪に当ててほしいですね。そこでパックにアリスで手札を整えていくと。さあ墓地に送ったカードはベルで、うん、そして1枚が戻って1枚手札に来ました。いやここまででもかなり完璧な爪というか、そうですね、相当 ね、これ殴りたくないというか、かなり1回動かれたら一瞬で切り返せるようなデッキなんですけど、うまく止めながら動いてますよね。いや本当にうまいですね、うん、なんか一体一体力じゃ、まあ、そこまで強くないじゃないですか、はい、このコンプレックスデッキって、うん、まあ、なりそれをうまく駆使して的確にタキ選手を追い詰めているグレン選手。いやこれコンプレックスを起動させるのを狙うんじゃなくて、うん、シャッフと、うん、あのシンクロフェアリーとか、うん、そのミュートとかで小型で詰めていってトリガー踏んで除去された時にコンプレックスが動くみたいな状況に多分したいと思うので、うん、なるほど。なのでこれもうほぼ小型だけで攻めていくっていうのが強そうに見えますね、うん、並べたらやっぱそういうプランってことですね、はい、自分からなんか例えば学校とかで割ってコンプレックス動かすんじゃなくて、うん、あやっぱそうでしたよね。そう新略が、そうここでダブルブレーカーになるのも、なるほど。いやそうですね、これ詰めにいってるんだ。いきなり動き始まったグレーでしょ。今のフェアリーさんの言う通りだと、うん、そうですよね、ここでこの小型だけで殴り切れるようなアタッカーを作っておくと、うん、確かにこいつらを除去せざるを得なくなる状況になる。除去したらコンプレックスが動くという、うん、おーうまい。うさあシンクロフェアリーでぴったりリーサルだ。1枚ブレイク、うわーなし。これはさあアタックできるあと2体、しかも一応選ぶことはできないですからね、うん、そうですね、選ぶ、まあ、選ぶならば、まあそうですね、ガードストライクとかですとシンクロフェアリーしか選べません。ミュートでブレイク、さあ1点なければアタック。さあ1本目、まずグレン選手通していきました。グレン選手が1本取っていくと。そしてでもね動きありましたよ、まだ他のタクにも、はい、C タク、はい、リッキー選手 VS M2 選手のタクも
エブズ選手1本取ってます。おお。というところで、結構ほぼ同時に試合終わってますね。そうですね。さあというところでこれで、みんな戦えてる方チームが1本ずつ、2本取ってる。そうですね。こちらがちょっと一歩リードかな。はい。はい、2人が1本ずつ取っている。そして朝は大逆転チームがエブズ選手が1本取っていると。そう、はい。いや、まだまだ分かんないですね。あ、切り替わりましたね。はい。マーケル選手。はい、こちらは A 卓です。で、もう早々に1本目を制していった、極限バンバン天意選手。まあ画面今左側のプレイヤーが今1本取っている状況です。さあでもこれマジックの勝ちパターン入ってますね。もうショートショットマグナムまで出てますね。あ、確かにマグナムが出てる。いやこれマグナムってスクラッパースパイラルスパークないといけないのか。そうですね。ファイナルストップをちょっと唱えてるかわからないんですけど、うんうん、マグナムはいる状況です。そうですね。まだ4枚ありますからね。確かに唱えててもおかしくはない。おかしくはないです。いやいやいや、これどうなんだ。さあショートショットマグナムがいますので、左側のプレイヤーのターンはクリーチャーが今出ないという状況ですから、まあ、お得意の総流の大地やブレインスラッシュが。プレチールも入ってるね。そうですね。プレチール。おなるほど。さあダブルブレイクいっている。革命人ダブル。ダブル。さあそして SSS がないと。水蔵これ。いやこれしかもこれ山札相当掘ってるんで、うん、シールドにファイナルストップが落ちてない限りはアクセスできそうですよね。まあ、引いてたら入れたら引いてそうですよね。はい、おただあビブラートからいきましたね。おなるほど。あ同時にスクラッパースパイラルスパークとブレインスラッシュ踏んでしまうっていうなんか予選途中の試合で見た光景があったと思うんですが、はい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 、あれをなんとかするために。すごっ。とかじゃあやっぱファイナルストップはまだ打ってない。打ってなさそうですね。うん、まあ、入ってないのかもしれないですね。ひょっとしたら。確かに。すごい、なるほど。トリガーで、おっと、いやでもここは受けていく。そして、おっと、あ、ビブラートから殴っていきましたね。そうですね。さあそして、革命チェンジ、カラクリバーシー。さあ、カラクリバーシーで再びアタックして、最後のシールドを襲う。さあ、パーフェクトファイヤーを捉えます。さあ、出して、おシンクロフェアリーでしっかり体勢を。これ、あれですね、SSS ケアしてるやつだ、これ。おっと、ただここで、SSS。これケアしてますよね。そうですね。これケアしてるやつだ。さあ、一番大きい。そしてタップなんですが。タップなんですが、この後に。アタックの後に起き上がりますよね。そうですね。おー、来たこれ。綺麗に。さあ、最後、ダイレクトアタック。さあ、パーマ上げて。ダイレクトアタック。いやー、やばい。いや、これすごい。わー、すべてを。いや、とどめさせていきましたね。普通止まらないはずの SSS をケアしましたね、カラクリバースで。これできるんだ。いや素晴らしい。 SSS ちゃんとしかもありましたからね。あったんですけどね。このまま行ってたらちょっと危なかったかもしれない。素晴らしいプレーで、まずはみんな戦いとかチーム極限バンバン天選手が2本連取で1人勝利。さあ残すは B と C。 しかしこれでも B と C はそれぞれ取ってるんですよ。グレン選手が1本取っている。みんな戦える方チームのグレン選手が1本取っている。で、C 卓は朝は太極拳チームの M2 選手を取ってるんですよ。はい、まだまだ分からないです。まだ分からないし、いっぱいです。さあここで B と C に命運が委ねられた。いやすごかったですね、今の。最後は革命人からだと、パーフェクトファイヤーの最初の攻撃っていう、その最初の攻撃が反応できないので、ファイヤーが2枚多分あったから、カラクリバーシから行けば絶対に、そのタイミングで。しかもパワー1番のあれが少なくて飛んでも大丈夫っていう。起き上がってるカラクリバーシが必ず生まれるように殴ってた。いや素晴らしかったですね、あれ。上手すぎたな。いや、すごいな、それは。あれもなんか要は頭では分かるけど、そんなスッとできないですよね。そうですよ、しかもプレイめっちゃ速かったですもんね。めっちゃ速かった。うーん、すごかったですね。お、てかこれは映ってますかね。あれこれ、ね、今はこれ B 席に戻ってきましたか。そうですね、 B 席に戻ってきて、これ一旦目に出してますよ。コンプレックス端的に一旦目ですね。コンプレックスってやつですね。コンプレックスしかも置いて出してますね、これ2枚目の。あー、ほんとだ。わー、すごい。めちゃくちゃコンプレックスに愛されてる男。いや、このコンプレックスね、このいわゆる2ターン目グラウンドゼロで当然1枚引いてない状態でやらなきゃいけないので、かなり難易度高いんですが、うん、ただ滝選手も先ほどとは違って、うん、タップインではなくしっかり3ターン目にデドダムから動けていますね、うんうん、これお互いかなりいいスタートですね。でも墓地に送ったカードちょっと自墓地なので、ブレインスラッシュの回答ではないですね、うんうん、まあ、とりあえずこの水と闇を含むクリーチャーを出せているっていうところが大事ですかね、はいはいはい、これでブレインスラッシュの効果が両方使うことができるので、うんうん、まあ、グレイン選手としては攻撃していくんだったらあのデッドダムもなんとか処理してから攻撃していきたいですかね。さあここでボンキゴマイム、まあ、でもこのボンキゴもそこまでですよね。コンプレックスをもうすでに3枚引いてますね、うん、あ、すごい、たくさん引いているところです。だからグレン選手は先ほどの1本目と同じく、まあ、横に広げて、はい、その広げたやつでアタックしていく。で、対応しようもんならコンプレックスが控えてるよっていう作戦ですかね。多分そういう意味でボンキゴも置いてってるのかなと思います、うん、さあでも先ほどの試合で言うとシャップがね、うまくまあ、タキ選手動きを止めて、まあ、その隙に殴り切ったというところだったんですが、まあ、今回かなりシャッフ引けてるかどうかですよね。いや、そうなんですよ。そう、このコンプレックス
デッキそこまでドローが例えばマジックほど強いわけではないので、はい、しかも3ターン目もこれボンキゴマユでやっぱアリスとかそのミュートのようなカードではないので、うん、っていうことを入れ替えられてないっていうところを見るとちょっと引けてるか心配、まあ、結構スレ引くしかないってやつですね、はい、ボンキゴマユ自体は別にそのゴシー総流というデッキに対してあまりそのめちゃくちゃ効くカードってわけでもないですもんね、はい、うん、むしろ効かないよりですよね。おっとここまで確定3ブースト、いやこれは滝選手かなりいい動きですね。かなりいいですね。エゾダムから師匠の遺跡でさあインボーカード4枚ありますので3ブースト、ただグレン選手も1ターン目コンプレックスですからさお互いもう最高のスタートと言っても申し分ないでしょう。ここでまずシャッフあるかかな一つ、ここでシャッフがあるとでもあれですよね、今止めたい数字ってグレインスラッシュの6と、うん、あとはマナにドルファディロムなんかも落ちているので、そうそうそう、これ加速決めたことで止めなきゃいけないのに複数になっちゃったんですよね、はい、今8マナあるはずなのでチャージしていればドルフも出るんですよ、はい、なのでちょっと止めたい数字が2択になりますね。多いですねこれ、まあ、そうですね、王道でいけば6という感じもしますが、うんうん、万が一多分攻撃しきれなかった時に獅子王の遺跡なんか踏んでしまうとこう、はい、 そうですね、そちらのカードが裏目になってしまう。さあそして先に終わったエイタクのバンバン選手もこのグレン選手のね、うん、アドバイスに相談に乗っているという。そうですね、さあここら辺チームの力が出てますね。ここはしっかり6、さあ6コスト宣言ですね。止めた。しかしでもさっきとは状況違いますよねこれね。そうですね、マナが溜まっていますからね。そう、マナさえあれば何でもできるのが、なんなら別に呪文唱えずにドルファ一発でもいいですからね。そうですね、さあここで、まあ、ドルファディロンまた破壊して、うん、まあ、3枚なんで、コンプレックスこのターンで3枚入っても次のターンでターン開始時1枚入っても、はい、まあ、まだ動かない、まだ大丈夫だし、シールドもまだ5枚残ってますからね。そうなんですよ、これは滝選手としては、うん、出したいクリーチャー、まあ、ドルファディロムもまあ強いとは思うんですけど、うん、やっぱりキーナリみたいなカードがかなり強いですかね、うん、そうですね、あ、なるほど、キーナリのようなカードとシールトリガーが結構強いデッキなんで、グレン選手はグレン選手のシールトリガーを止めながら最後詰めていくっていう意味でも早めにキーナリなどにアクセスしたいです、うん、長引かせるよりはもう、まあ、ドルファディロムキーナリみたいな感じでも詰めていきたいって感じですね、はい、うん、ただでも滝選手、朝は太極拳チームとしては、まあ、すでに1本取られたビハインドの状況なので、ここは何が何でも取り返しておきたいと、行きたいですね、うん、落とせないですもんね、落とせないですこれは、はい、さあこの状況で、画面左がグレン選手が、ここで勝った場合は、うん、そのままそのまま決まりよかった選手、うん、チームが優勝となるわけですね。お互いかなりプレッシャーかかっている。あ、じゃあドルファディロムよりはグレートフルベントかの方がここは良かったか、ね、いいかもしれないですね、うん、まだコンプレックスも全然育ってないので、うん、こっちもゆっくりグレートフルベンなどでリソースを伸ばしながら、まあ、それこそジオッチとかでもいいのかなと思います、はい、そうですね、ちょうどそうか、墓地に落ちたジオッチがグレートフルベンでマナに戻ってきますもんね、はいはい、でそっか、そのままディスアイチョイスとか絡めていけばっていうところだったんですが、ディスアイチョイスがね、すごい、あ、デッドダム、ここは3コストデッドダム、さあここはアンタップにすればディスアイチョイス使えるのかな。そうですね、そうですね、でブレインスラッシュは使えませんが、総流の大地が、はい、まあ、打てるかなというところですね。ディスアイチョイス経由で、まあ、打つことは可能だと。また一応ディスタスゲートでも大丈夫なのか、タップインだとしても。そうですね、ディスタスゲート、はい、でもディスタスゲート採用されてるんですかね、うん、なんかね、ちらっと見えた、あのちょっと全員の方が入れてるか分かんないんですけど、入れてる方も、はい、入れてる方はいましたね、入れてる方もいましたね、はい、さあしかしアンタップインだった。そうですね、アンタップイン、あ、ただ3マナかな、3マナ、なるほど。さあこれもう一度デッドダムでしょうか。なるほど、もう一度デッドダム、あ、リソース伸ばしていくんだ。さあどんどんデッキを、はい、まあ、多分さっきのフェアリーさんの解説の通り、うん、そのキーナリを探しに、その必要なカードを探しにいってるっていう動きに見えますね、うん、さあここは今ね、シャッフル宣言6なので、フェアリーミラクルを執拗にマナにマナに置いていく、もう、もういらないだろう、もう加速、おー、師匠の遺跡、このターンで何加速しました。これまたフェアリーミラクル、もう、もう全部フェアリーミラクル埋まりましたかね。キーナリ落ちましたね。あ、落ちましたね。あ、本当だ。さあ、あれはキントレジャーのとんでもないマナ加速を見せている。さあこれでターンを返します。なるほど、ここは別に殴り切られないなら何でもいいでしょっていう感じでマナ伸ばしましたね。そうですね、やっぱ公開領域広げることで、うん、それこそグレートフルベンとかにアクセスできた時に一気に展開できるので、はい、なるほど。さあここは左がグレン選手、ハックインアリス、ハックインアリス、しかしこれでクリーチャーも揃っているので、いつでもコンプレックス除けられたら起動完了と、うん、
か試合を伸ばすと、まあ、やはり滝選手の欲しい走塁側も結構いろいろなことができるようになりますが、やはりあれですかね、ちょっとコンプレックス側は弱点としてはちょっとあんまりとどめを一気に刺す力がないっていうところが弱点といえば弱点なんですかね。そうですね、やっぱりコンプレックスが今育ってない状況、うん、あとやっぱ多分コンプレックス育ててコンプレックスで縦を5枚詰めに行くっていうのが、はい、多分なんかあまり良くないように見えるんですよね。はいはいはい、そうか、相手シールド取りがまみれの時ですもんね。なのでコンプレックスも下に8枚の状況だったらもうすぐに除去されてしまうので、うん、だからやっぱり横で詰めながらっていう感じだなと思うので、はいはい、1本目のような感じですよね、はい、なのでこの状況だとまあ場面のチャック使ってても攻めていって、まあ、テクニックに慌てるなんかを構えてまたチャックを出せるようにしておく、うん、はいはいはい、準備が必要なのかなと思います。なるほど、やはりこの鍵にいけるこのカードですね、シャッフ。いやシャッフってカード本当にずっと強いですね。強いですね、ずっと強い。登場からだいぶ年も経っておりますけれども、いまだに現役の、これ2015年とかですからね。そうですね、はい、ちょっともう9年前とか、そう、そう考えるとだいぶ長い、はい、だいぶお世話になってますね。ですが、まあ、ここで滝選手、まあ、デュドダム連打、真中族連打でかなり、まあ、何でもできる。逆にこれ本当にプレッシャーかけてますよね。そうですね、ここで攻めないと別に何でもしたわけいいのっていう。いや、これはじゃあちょっと戦況的には若干滝選手側に傾いてきてるのかな、うん、ね、傾いてるんじゃないのかなと思いますけど、はい、そんな気がしますね。もうここまで罠が伸びていると別に呪文を経由しなくても手札からクリーチャーをもう展開するっていうことができるので、うんうんうん、まあ、ドルファディロム、グレートフルベン、セルキーナリとかも別に手から出せばいいと思いますね。さあ、ここでさあ殴ってきました。キテレツシャック今度は8止めましたね。8の宣言でしたね、うん、ブレインスラッシュも2枚見えてますからね、うん、確かにそうですね。なさす、ただここでさあブレインスラッシュ、裏切りの、いやこの数字の宣言がやっぱむずいというところがここで出ましたね。いやこれがね、いいとこ出てますね、この構築の。さあ水と闇いますので、3枚ドロー1枚捨てと、墓地から8以下を出す、ここ両方が使うことができる。これ一発目で踏んだのちょっと、そうですね、2枚見えててもやっぱゼロなわけじゃないですからね。ですよね、ただ相当マナカ族を優先したので、うまくその出したい鉢を持ってるかですよね。そうですね、もちろんでもドルファデルムが今落ちてる、ドルファはある、ただドルファを出しちゃうと一応コンプレックス起動でパンチまで行かれちゃうんですよね。まあ、ここをもしドルファ出されるのならもう行っちゃいますよね、うん、そうですよね、そうだからそれは多分グレン選手としても割とこう想定通りというか。さあ、蘇生したカード、ディスライチョイス、はいはい、まずはリスアイチョイス、あで先にボンピコマイド、そうですね、ドローが入りまして、はい、でそっか、ここでブレインスラッシュ立て続けに、だから多分グレートブルベン掘ってんじゃないかなこれ。いや、そんな気がします、うん、あー、なんかちょっとチラッと見えた気がしますね。あ、さあリスアイチョイス経由して2発目、おー決めた、ここで再立接続。さあグレートフルベン、さあ墓地のカードを、うん、あで先にあれですね、またボンキゴマイムがコストを支払わずに相手がクリーチャー出したので、はい、さあそのクリーチャーの分ドローできます。そしてグレートフルベンで墓地のカードが全てマナーゾーンに、うん、まあすごい、これ何マナある？いやー、これは結構大きいですね、うん、とんでもないですよこれ。そうですね、もうちょっと数えらんないですねこれ。デュエパーティーかよみたいな感じ。そうですね、かなり試合が長引いてデュエパーティーに、はい、20マナぐらいありますか。ありそうですよ、ね、そうですね、これもだからそのゲームフィニッシュ級もう蓋しちゃうクラスのやつをもう2発どんどんと連打して、はい、ただデッキ枚数かなりやばいかこれ。そうですね、デッキ枚数も3枚とかでしたよね。3枚とかでしたね。なので回復できるのかな。これキーナリとか投げるとエクストライフで山形がどんどん減っちゃうので、うん、確かにそうですよね。逆にちょっとマナ伸ばしすぎたかみたいなところはありますか。見たところは山札回復系のカードって入ってなさそうだったので、うん、ちょっとこれ山札が尽きる前に決着をつけなくてはいけないかもしれません。しかも墓地のカードがなくなったから再造ミストのようなカードもちょっと使えないですもんね。でマナをこう山札に戻す手段があんまりないのでデュエルマスターズには。なんかあるのかな、ありますかね、うん、これかなり上の方のクリーチャーって、まあ、シャッフとあと入ってればオニマルヘッド、オニマルヘッドは入っててもおかしくないんですけど、当、はいはい、たりだったら山札を減らさずに攻められるんですが、ボンキゴマイムがいるので、うん、オニマルヘッドもすぐは起動できないんですよね。そうですね、なのでちょっとジウォッチなんかがいいですかね。そうですね、ジウォッチ出してもう殴るみたいな、うん、はい、でもジウォッチもまだに1枚あって総理の大地が今止められている状況なので、はい、確かに確かに8止められてるのか。そうか、ちょっとブレインスラッシュで引きすぎたっていうわけではないですけど、まあでもあれやらないとね、はい、やらないといけなかったので、
弁がなかったですもんね、はい、そうですね、弁がやっぱ引けないと、もうそもそもこの盤面にも持っていけないっていうところだったので、はい、いやなるほど、でもこれはそんな展開になるのか、確かに山札が足りなくなる、うん、いや弁の墓地からマナに送る効果がちょっと恨めたといいますか、なんか山札、まあ、でもとはいえね、とはいえですよね、とはいえですよね、これ別にこれやらないとやっぱり勝てはしないので、そうですよね、これで早めにとどめを刺さないといけないとなると、ここでコンプレックスデッキのシールドトリガーが結構響いてきそうな、そう、コンプレックスデッキって実はトリガーデッキなんですよね、うん、そうなんですよ、そう、それこそコブラ、ミュート、まあ、あとドキドキスパイラル、はい、もう無限に強いトリガー入ってるというプラチナハッキングなんかもありますもんね、うん、そしてその辺を止めたいカードがキラーキーナリーなんですが、まあ、出すとエクストライフでデッキが1枚消えるそうなんですよ、いやかなりこれ難しいですね、マナのタップを今慎重にして8マナを寝かした、そうですね、8マナっぽいですね、ただ8マナは結構エクストライフを使うクリーチャーたちが多いですが、そうですよね、ドルファディロムっぽい、まあ、ドルファ出しても詰めに行こうなのかな、これ、ドルファディロム、さあ、これはグレートフルベンの効果で一旦に1回マナゾーンから召喚ですので、うん、さあ、効果で出していきました、はい、さあ、レインボー以外の相手クリーチャーを全て破壊、ドキドキスパイラルは打てないですけど、そうですね、うん、離れた分のコンプレックスの下にカードを入れていきます、うん、4枚でしたかね、そう、4枚まで入れられるんで、そうですね、4枚まで、でここで止めることは可能ですね、まあ、7枚で止めて次の8枚をいつでも用意しておくっていうよくやるプレイですよね、はいはい、さあここでだこれキラーキーナリーまで出して詰めるのかな、キラーキーナリーでも手札に持ってないと出せないですよね、そうですね、手札の様子が全部見えてるわけではないんですが、いやここでなんかギュレン選手のシャックの8宣言がかなり効いてきてますね、これ確かにこれあったらデッキが1枚になってしまうとはいえども、キーナリードルファディロムという盤面を作って殴りに行くことができていたはずですもんね、さあここで再びの、いやこれは6マナをタップ、さあ 6マナですかね、はい、6マナ、ディスアイチョイスですね、ディスアイチョイス、これも打点として置いてますかね、なるほど、さあディスアイチョイス、マナゾーンからシールドトリガーのカードを使いますが、まあ、一応もう一旦ありますもんね、これはい、そうですね、一応もう一旦あるんで、なのでシャッフとかそのボンキゴマイムの下のヤセガエルなどで、うん、はあれか、一応ヤセガエルは唱えられないですかね、そうですね、唱えられないですけど、まあ、シャッフで何かを数字止められた時に、うん、コストがばらけるような感じでプレイしてそうですかね、うん、確かに確かに、これシャッフでね3って言われるだけでかなり止まってますからね、8でトリプルブレーカーが2体止まっての方が、はい、今のところ打点が足りないので、これデトラム、そうですよね、刻むしかないですね、うん、そうですね、そうですね、ここで刻んできました、さあというところでアークン選手もかなりこうタッキ選手に指示を出して一緒に考えていると、そうですね、ボンキゴマイムはいたので、多分ディスアイチョイスとドルファディロもアタックできないのかな、ここはできないですね、はい、グレートフルベンも、グレートフルベンは、ね、グレートフルベンはそうですね、さっきのターン1を出たので、はい、あ、じゃあ一応トリプルブレイクはいけるはずですね、確かに、なので打点としては、足りている状況ですかね、はい、いわゆるリーサルがある状態なんですが、まあしかしね、このコンプレックスはかなりトリガー強いので、とりあえずザミュートのケアで1点からいきましたね、あ、そうですね、いやでもこれあれですね、1点刻んでもうザミュート踏んだらもうあれだから、できるだけシールド減らしていきましたね、はい、そうですね、さあ1枚トリプルブレイクの順番でいきました、さあグレン選手ここでシールドトリガーをチェックしていく、いやここのシールドをめくるのも緊張ですよね、あれこれは始まってる、もう恒例行事が、さあ1枚ずつ、さあこれは邪気意識がそう、おーっとコブラ、いやコブラは強い、やばいぞこれ、コブラってだって墓地に、あー、当てる、リンで防衛で入ってますね、さあ、コブラの効果でコスト5以下のクリーチャーを出すことができますが、ここでアーテルゴルギーニが控えていますね、いやそうですね、これアーテルいたら全然シャッフもう一回戻ってくるの確定ですもんね、そうですね、あ、というか、はい、そうか、これで落ちなかったら今アーテルゴルギーニそもそももともといなかったです、いなかったです、そうか、このタイミングでなのでシャッフだけだったんですよね、はい、そうなんですけど今回はアーテル付きと、アーテル付きはでかい、さあこれで攻撃が止まる上に次のターン、いやこれなんだよ、用意しながら、このコンプレックスのトリガーの強さ、しかもなんならベルデまで出ますかね、そうですね、ベルデも出そうと思えば、そうですね、出ますね、ベルデ出たらベルデがダムドになることも、ダムドになってっていう、でエクストライフを少し剥がして、はい、てかこれグレン選手多分 LO まで考えてますかね、そうですね、もうシールド割り切るより、うん、相手の盤面を処理して L を待った方が早いんじゃないかみたいな、
山札を確認して、ね、山札回復手段があるとはあるのかどうかっていうのを考えて、ただこれあとはサイズをミスですかね。サイズミスであと墓地がないんですもんね。そうだから逆にでもグレン選手がこれで盤面できるだけ除去って楽になろうってすると、はいはいはい、ひょっとしたらこのサイズをミストが逆にサイズミスで、ね、逆にサイズミストでまた選手としては時間がまた手に入る、うん、可能性もありますね。サイズミストが今いっちゃってる可能性もちょっとありますね。ちょっとこれその辺どうなのかな。まあ一応サイズを見せると今ぼっちないですけど、まあ、なんか無理やりやろうと思ったらジオッチで自分のエクストライフをちょっとぼっちに送ってとかでちょっと回復ができそうですけど、さあこれでグレン選手はコブラで何を出すかを考えているってことですね。どっちのプランにするかですよね、うん、シールドを殴り切るのかもしくは盤面を止めるのか、はい、あただこれもしかしたらデッドダムのマナ送りみたいなパターンとかありますか。あそうデッドダムで実はバナにも送れますよねアルカード。そうですね、破壊せずに、うん、確かにマナに送ることができれば、うん、あの墓地が増えないので、そうかもひょっとしたら見られるかもしれないですね。そんなプレイがエクストライフが墓地に行くぐらいですもん ね、うん、ね逆に今エクストライフついてて8で固まってるんですよ、はい、そこをシャッフルで止めてみたいなパターンもあるかもしれないですね。確かにシャッフルで止めて、はい、6と3を、まあ、ダメドでマナに送っていくと、うん、さあその辺どういった攻防が見られるか。でもこれおそらく山札に関する決着になりそうですかね、うん、そうですかね、うん、ちょっとコンプレックスが想像以上に、これ深刻リーチャーも一応、クリーチャーなら何でも出せるんですね。クリーチャーなら何でも大丈夫ですよね、はい、これなんかあのパッと見はアーテルゴルギーニが、うん、出してくるクリーチャーに見えますが、はい、デッドダムドもそのまま誰か出たばかりのクリーチャーに乗ることで、はいはいはい、まあ、想像以上にこれちょっとアタッカー増えて、うん、やはり自爆特攻できるこのタップしてるクリーチャーがいる状態のコンプレックスっていう、はいはい、のが今出来上がることになるので、うん、これは確かにシャッフを何度も何度も出し入れっていうのがかなり現実味を帯びてきましたね。そうですね、グレン選手はこれで守って勝った方が、要はあともう一ターン耐えたら、まあ、勝ちっぽいので。そうですね、うん、もう多分山札を回復する手段は残ってないんじゃないかなと。さあここでバンバンテイン選手もグレン選手と相談してどのプランがいいかというのを話し合っている。さあここはさあコブラの漫才蘇生で、まあ、さあ当てるゴルギーニー、さあまずここから再びあマイナス4してったんだ。なるほど、さあ、まあ、残りのアタッカーということでマイナスをしつつ、うん、はいはいはい、キテレツシャフですね、まあ、シンプルにこのターンはちょっとでもシールド守っていこうってことですね。あとスレイヤーブロッカーとかその辺をちょっと狙った形でしょうか、うん、はい。でこれは3、まあ、3って言って打点を止めましたか、ね、そうですね、はい、これどの道、はい、あの次の、ね、グレンさんグレンさんターン来ちゃうとあの切れるので、まあ、3っていったようにも見えますよね、はい、そうですね、これでここで行きましたね。しかもアーテルの8枚目を吸い込み、さあ8枚目とても強いカードが入りましたね。暗闇の根源コンプレックスガンタップ。これ手札にちょっと VT 見えますね。そうですね、今ちょっと見えましたね。 VT やばくないですか。これ VT シャッフとかですごいことになりませんか。これって普通に殴り切れる可能性すらありますね、これね。確かにそうですね、ここで 5000VT を出すことで5000以下ということで、うん、唯一今残っているブロッカーのディサイチョイスが返ることになります、はいはいはい、でドルファディノもエクストライフ残っているとはいえども、まあ、それ剥がれることによってクリーチャーが破壊されますから、さあここでサフライング 5000VT、 5000VT が出てきて、さあ4体戻っていきました。5000以下が全部戻っていく。これシャッフで8って言ったら全部止まりますもんね。いやこれおお、これはさあ4コスト、これはさあキテレツシャッフ、さあここはしっかりさあ宣言は、どうやら8ですかね、うん、チームメイトで確認して、いやもうここの宣言本当に大事ですからね。さあ今ちょっと宣言8とこう言いましたかね、うん、はい、いや今ここで今かなりでも多分相談してたからまだ決めてないんですかね。ちょっと隣と多分相談して、はい、何言ったらいいかねと、そうです、何言ったら勝てるかねっていう、さあどれが一番安全か、うん、優勝がかかった数字の宣言が、あの8もいったのかな。そうですね、うん、今8をとりあえずいって、はいはい、これで便に当たりながらですかね、うん、もう1個だけ何か数字を言うことができます。そうですね、確かに8を止めることで、うん、いやでも8止めてればディスタスゲートあったとしても繋がらないんですよ、うん、僧侶の大地もブレインスラッシュも打てないから8と6言えば、あ、本当だ。あ、シータクが、あ、ここでシータクはここで
朝は太極拳チームで M2 選手が2本取った、はい、おということはじゃあ全てここにかかっているリータクにかかりました。まさかのさ急なサポートで始まりましたね。さあしかしでも状況はこれはグレン選手かなり有利というか間違えなければ詰められそうですよね。さあここにチームメイトともに正解にたどり着けるか。さあこのコンプレックスが決めていくか。さあここはもうシールド6枚に何かが潜んでいるか、うん、いやこれでも結構ラストプレーになりそうですよね。ここいやそうですね、うん、何を言えばいいんですかね。結構もう6、8で、うん、こっち視点はいけそうな気がしますよね。もうそうですよね。そうですね。あとは本当に多分ここの数字の宣言がほぼ全てですねこれね、はい、SSS も強制で破壊が入ってしまうのであまり関係ないといえば関係ない。いやでもこれ、ね、いやコンプレックスがアンタップしてるからこれちょっと難しいな。なるほど。これ結構難しくてコンプレックスを7にして SSS を受けないと多分コンプレックス飛んじゃうんですね。あーなるほど。だからここなんかちょっと意外とこのシャープは便に突っ込むけどみたいな、うん、突っ込んで、うん、突っ込んで宣言してエンドで、まあ、確かに突っ込んでエンドでも、エンドも確かに、はい、あそうです。突っ込んで、ね、あの6発止めてエンドで何か回答ありますかっていうのを押し付ける方が広そうに見えますね、うん、あこれあ違うわこれ分かりました。これシャッフ突っ込んでコンプレックスでベン殴ってアートレでもう一回シャッフするんじゃないですか。あ確かに確かに、うん、それで3面飛べるの多分今指の動き的には考えてそうですね。さあ確かにそこまでやれば、うん、そうですね。これでシャッフを3回目のシャッフ起動が使えるんで、そうですね、一応、まあ、2つの宣言でも結構止まってそうではありますけど、うん、まあ、シャッフもこのターンを本当に止めさえすれば勝てると思うのであれば、うん、さあこれチームメイトもそうですよ、ね、ここのプレーに、まあ、ここにかかってますからね。ここのプレーにこう、はい、3人で考えてこれでいいよねと取れるならここで取りたい。さあ投げました。さあアタック。さあ7を止めました。さあ7を止めて、うん、7と8を止めました、うん、おっとさあここで忍者ストライクの宣言をちょっと一瞬考える素振りがありましたが、うん、そのまま自爆マクコンプレックスアタックした時にそうですね。これデッドマンさんの、はい、どっちから出てきたアーテル。さあアーテルの効果でコスト4以下のクリーチャーを出しますので、うん、まあ、これでシャッフとボンキゴあたりそうですね。そうですね。まあボンキゴシャッフで、まあ、シャッフと正直あとはもう何でもいいかなみたいな。まあ一応ボンキゴ出して、うん、一番止まりそうな。SA はケアしといた方が良さそうですね。うんうん、まあそうですかね。さあ最後までここしっかり。さあ考えて。さあしかしまだあるのか。さあでもこれアーテルで、はい、蘇生を宣言して、はい、どう宣言は 6ですかね。キテレスシャッフが登場しましたが、うん、はい、まあ、宣言6かなというところで、はい、8、6、7止まっていきました。8、6、7が止まった。8、まあ、そうです。6、7、8止まりましたね、うん、ここでかなりもう本当に何があっても大丈夫そうです、ね、なように相談している。さあちょっとこれ会場の声とかはこれを届いているんですか、うん、あそれ多分ね放送に載ってないと思います、はい、会場の声届いてないんであれなんですが、うん、ちょっと会話の中でそのドルマケドンビッグマンとかその急コストのどうしようかなみたいな会話もちょっと今聞こえてきたので。なるほどなるほど。だから本当にだから全てケアしてるんですね、うん、全てもう絶対に確かに並べすぎると封印されてあのデッキが、はいはいはい、こちらが今度逆になくなってしまう可能性もありますので。いやこれじゃあそこまでケアしに行ってるんだこれという可能性もちょっと今会話の中からは今あの読み取れたかなというところですね。本当に何一つ許さないっていう感じですよね、うん、絶対にデッキの回復以外はこちらの勝ちだ。さあそして、まあ、コンプレックスに再び8枚目が来てアンタップ。これがね実はコンプレックス進行調なんですよね。そうですね。そう7になったと思ってもう1回8になると起き上がるっていう。これアーティでもしかしてグレートフレベンに当たってシャッフ痴漢で破壊してもう1回とかいけます。そうですね。トッカーもいけますね。そうですよね。アーテルでグレートフレベンにアタック、はい、破壊されるときにシャッフを代わりに破壊すごいでコンプレックスアタックするときにもう一回シャッフ、うん、徹底してケアで6、7、8、9までいきますかね、うんうん、あとデッドダムド侵略させて、うん、デッドダムドで自爆するともう一度出るとかは、はい、まあでも今下の枚数的にそうかアーテルゴルギーに1枚しかないからそうです、ね、まあ、ちょっと厳しそうですが、はい、4回宣言までいけるんですかね。これそうですね。4回目はいけそうな。さあここは本当に最後のはいはい
でこれ便にアタックしてコンプレックスの効果を使うと、はい、現在コンプレックスの効果を使っております。さあデッドダムド、おーっとなるほど、デッドダムドジャストダイバーのこれですね。なるほど、相手のドルファディルも利用して自分のクリーチャーを破壊していくと。あ、そうか、ドルファデルも逆に利用して、そうか、利用してですね、これ、はいはいはい、なるほど。さあ、これでターン化した。さあ、滝選手のターン。さあ、6、7、8が止まった状態。はい、さあ、回復手段はあるのか。そうですね、さあ、ここでデッキを回復できるのか、はたまたとどめをさせるのか。さあ、朝対極拳チームにとっても、これが最後のターンに。なるでしょう。さあ現在8を宣言されています、うん、呪文が止まるだけではなくて現在バトルゾーンにいるドルファディロンもアタックできなくなっている状況で、アーテルゴルギーニの2体、はい、そして5000以下が今、5000VT で出せないという状況、うん、さあここで投了さあ優勝はみんなと戦えてよかったチーム、おめでとうございますおめでとうございます。いやー、まさにみんなと掴んだ勝利したね、これは。いや、そうですね。いや、最後の一手はもう本当にチームの3人でたどり着きましたね。たどり着きましたね。最後の最後まで本当に全ての 1% でもある可能性を全部消して、全部消して、うん、見事な勝利と。いや、全部消して本当に見事な勝利でした。いや、朝対極拳チームもね、本当にあと一本のところまで食らいついたんですが、はい、わずかな差で優勝したのはみんなとが横田チーム、はい、いや、本当にお見事でした。いや、お見事でした。いくつもありましたね、最後の攻防も。いや、集まりましたね、これは。いや、こうバック、やっぱこのカードですよね、シャッフ。シャッフ。シャッフでしたね。シャッフ自体すごいね、こう長いカードで、もうずっと使われてるカードなんですが、ここに来て3人にチームをもたらすという、はい、素晴らしい勝利でした。シャッフの数字の宣言も本当に全部見事当たってましたね。ですね。当たってましたね。6、8。ちゃんとタイミングが良かったですね。いや、でもあの8を宣言した瞬間のブレインスラッシュ、はい、あれもちょっと、ね、どうなるんだって思ってたけど、ね、逆にそれが山札を減らす要因になってしまってっていう、いや、すごいですよね。すごいですね。本当にすごかったな。いや、本当にでも、ね、鬼チームとも見事な戦いでした。そしてね、見事優勝しました、みんなの戦いというかチームの、ね、皆さんを優勝者インタビュー、できる予定でございますので、はい、もう少々お待ちください。楽しいですね。いや、でも3人で戦って最後ね、はい、数字を3つ宣言して勝つっていうのもなかなか3人で3つ、そう、なかなかこうちょっとね、1人1つ選べたわけですからね。メッセージを感じますよね。いということで、見事 DMGP2024 ファーストデイ2チームオリジナル戦を勝利しました。みんなと戦えてよかったチームの3人にお越しいただきました、はい、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。ございます。いや、素晴らしい。マジで最後はあの卓にかなりかかった戦いでしたけど、どうでした、戦った際の気持ちは。はい、あ、グレンさん、はい、じゃあごめんなさい、まずは、はい、ここでずっと見てて、そのシャッフの宣言だったり、はい、うん、そのもうタイミングが山札残り2枚の状態で、はい、もうほとんど止めるやつで、その何をケアしたらいいかみたいな、そうですね、めちゃくちゃ時間かかって、うん、そしてもう何が起こるかわからないんで、うん、とりあえずもう最大限ケアできるところはできたかなと思って、はい、ちゃんと勝ててよかったです。いや、本当に素晴らしいでした。で、まずはね、極限バンバンテニー選手がもう2本スッと決めて、そうですね、はい、まあ、対面的にその3面総理だったんで、はい、そのマッチング的に僕ぐらいがまともにその有利っていう主張できる対面で、はい、まあ、まず、はい、マジックデッキですよね。そうですね、はい、で、まず対面でその勝つには僕が 2-0 しないといけなかったんで、なるほどなるほど、そうですね、そこでちゃんと引けるとこ引いて、まずは役割果たした、そうですね、役割果たしたんで、そこちゃんと勝てて、あとはもう横に祈るだけっていう感じなんですけど、ありがとうございます。それができてよかったです。それでね、先に決めて多分チームの士気も上がったと思うんですね。そうですね、はい、それかなり大きかったかなと思います。じゃあちょっとごめんなさい、順番的にちょっとグレーさん最後に回してもいいですか、はい、最後に決めたんで次リッキーさんに、はい、リッキーさんも M 選手戦って、はい、はい、ここでもちょっと残念ながら、そうですね、はい、ちょっと最後ちょっと、まあ、ちょっとだけミスっちゃって、あ、そうなんですね、はい、で、まあ、ただ横がしっかり、うん、勝っててくれて、はい、本当に良かったなというふうに思いました、はい、でも最後はね、こうグレン選手の卓がまだやったので、そこにこう2人でね、こう見て、はい、一緒に考えてましたよね。そうですね、はい、あれはあの時はこうどういうアドバイスされたんですか。いや、もうなんか見たら、うん、まあ、山札、相手の山札がそうですね、2枚っていう状態だったんで、うん、そこで、まあ、どうやってそのケア、まあ、その山札をまあドローして1枚になるんで、うん、
まあ、それを何とかする方法が相手にあるかないかっていうのを、はい、そうですね、しっかり考えて、うん、で、まあ、いろいろアイデアを出し合ってたって感じです、うん、なるほど。その結果グレン選手が勝利をつかんだということで、ちょっとグレン選手お気持ちをねお聞かせいただければと思うんですけども、今の気持ちいかがですか？めっちゃ嬉しいんですけど、はい、僕あの今日の予選戦績3勝5敗で、はい、横にキャリーしてもらって上がってきたんですよ。なるほど。で本戦からもうほぼ全部勝ってるんで、逆に本戦は任せろと、まあ、ですね。一番大事なところで勝ててよかった。いや本当に一番大事なところで決めましたよ。本当に大事です。本当に素晴らしいでした。本当にチーム戦ですね、これは。マジで素晴らしい。うん、でもデッキはね水やみコンプレックスということで、そうですね、多分今日の分布としてそこまで多くなかったデッキだと思うんですよ。でも多分グレンスずっとそれ使われてる、まあ、はい、そうですね、結構長い間触ってるデッキではあります、はい、かなり自信あって今日それを持ち込んだんですか？あの実はここだけの話なんですけど、はい、なるほど。朝起きた時の気分で選びました。あ、そう。あ、じゃあ今日は何があったんですか？他にはアビスと、はい、マジックと、うん、コンプと、はい、砂漠セットがあったんですけど、なんか、まあ、黒緑アビス多いだろうなと思って、うん、あそこに有利主張できる、はい、まあ、コンプレックス持ち込みました。じゃ結構今日は予選こそ苦戦したものの、最終的にその読みは当たって、そうですね、力になれて嬉しいです。いや本当に素晴らしい、チーム一丸の勝利でした。本当に見事でした。ちょっとマッキーさんからも、はい、あ、そうですね、ちょっとなんかすごい、なんかその最後の最後のその数字の宣言とか、なんか皆さんでこうなんかアイデア出し合ってるところが、チーム戦をやってるなっていう感じがして、ね、うん、はい、でも本当にあの優勝おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いや僕もいや見てて、やっぱ途中のそのシャッフを何回も宣言するあたりとかも、うん、プレイすごいしっかり丁寧にされてて、いやもうプレイとしてはもうマジで言うこと本当にないですし、素晴らしかったですよね。いやもうこの3人が優勝してくれたっていうのが、うん、やっぱり本当に嬉しくて、はい、本当におめでとうございます。いやおめでとうございます。ありがとうございます。まあしかしこれでね優勝しましたから、今度は追われる立場ですよ。あとリッキーさんリーガーですからね、かなりみんなの見る目も厳しくなってくるんじゃないかと思うんですけど、ぜひね、ちょっとお一人ずつあのカメラに向かってあの応援してくれてる方とかね、あの普段遊んでる皆様にコメント一言いただいてもいいですか？じゃまずはちょっと極限バンバン店員さんからお願いします、はい、一緒に調整してた、ミミミ選手、はい、昨日ベスト4で、うん、俺が代わりに、取るって言って今日優勝したんで、うん、ミミミ俺が優勝しました。ミミミ選手見てる、ありがとうございます。じゃあちょっと、リッキーさん、はい、リッキー選手お願いします。メッセージ、あのメッセージ、はい、ありがとうございます。結構、まあ、長丁場の戦いで、うん、まあ結構使われてはいるんですけど、なんとか最後まで戦い切って優勝することができて嬉しかったです。ありがとうございます。イグネスお願いします。まあやっぱりそのさっき言ってたミミちゃんとかもそうなんですけど、うん、まあ僕すごいいろんな人と仲良くさせてもらってて、うん、いろんなアイデアをいただくんですよ。でその中で、まあ、皆さんのアイデアを集大成させて組んだアクロコンプレックスで、うん、まあ、優勝することができて、まあ、本当に皆さんのおかげで勝ちましたし、まあ、これからその皆さんを引っ張っていける立場になればいいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなの戦いでよかったチームの皆さんにお持ちできました。いやー今日お疲れでしょうから、ぐっすり寝てください。はい、これ大丈夫ですかね。はい、ありがとうございました。みんなが良かったチーム3人の皆様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。